西鉄バス、西鉄バス、久留米、西鉄バスめ、久留米、八女市社所属者所属者、西鉄バスめ、久留米、八女市社は、西日本鉄道の子会社である、西鉄バス、久留米のバス営業所の一つ。久留米市と八女市を、国道3号経由で結ぶ路線を担当する。八女社庫すべて西鉄バス、久留米の専業路線である。基本的に3号線経由。また以前は高速バスとして、 福岡熊本間の高速バス、日の国号の一部を担当していたが、現在は一般路線のみとなっている。なお、かつては、下部組織として山が営業区を置き、久留米熊本線も運行していた。直営時代の車両大型車のみで、日産ディーゼルのワンステップ車と、イスズのツーステップ車を配置。全車西港、B 型で、LED 行き先表示器を搭載している。 32番かつては高速車も配置され、日の国号や、福岡山賀間を結ぶ、山が、号、久留米山賀間の快速32番などに、使用されていた。ちなみにその名残で、やめ営業所の表記は、西鉄やめ営所となっている。h t t p w w w n i s h t e t s u c o j p スラッシュバスクル ありがとうございます。